通のカステラのイメージと全然違う。違いますよね。人がシンプルなんで、あの結構卵の味わいが重要になってくるので、と普段よりリッチな卵を使って美味しいです。黄身がすごいトロッとしてるのを使ってるなっていうのは思いました。このパンデロは、はい、現地の人はどういう時に食べられるんですか？今はカジュアルのケーキ屋さんだいたい見かけることが多かったですね。クリスマスに関しても現地のパティスリーですね。で、大きさも手のひらサイズのものから、なんかホールサイズのものが様々なので、あとチョコレート味とか、ここにチョコが入ってる生地に練り込まれてなっていて、それくらいなんていうかアレンジがいっぱいあるくらいにそれに親しまれて、で家庭でも作られる方が多いですね。鈴木さんがこのレシピを習ったのは現地のママからですか？現地のママですね。ポルトガルのママから、はい、でもあの日本で作る時もきび砂糖を使ってみたら、ちょっとこう甘さの中の私たち馴染みのあるきび砂糖を使うことで優しい味わいになったので、こうきび砂糖に変えたりとか、あと少し止まったり、今回載せてるレシピでもそこら辺が反映されてね、その現地の方からレシピを習っていったっていうか、はい、世界中でそういう風に飛び込みで家庭に行ったりパティリエとパティスリーに行ったりということで学ばれてたっていうことをお聞きしたんですけど、それはきっかけとかってあるんですか？時期的にはすべて自分のこうお菓子やデザートをメニューとして自分が一から考案できるようになった頃に、それまでと違った視点でお菓子を捉えられるようになったんですけれども、調理科学としてのレシピではなくて、そこで使われている材料だったりとか、また材料から生まれるお菓子についてそこに興味を持って、今まではフランス菓子ずっとやってきたんですけれども、フランス菓子も実は世界各地のこうお菓子がこうルーツであったりとか、その土地土地の歴史や風土とか気候が大きくこう関わって、そこに存在しているということを知って、それはちょっとこう自分の目で自分の足で確かめてみたくなって、まだ知らないお菓子がたくさんあるんだなということが分かったので、全部関連してるっておっしゃってましたもんね。結構職人そういうなんかのめり込むという、そうですね、もう思ったらもう止まらない。決断してからは比較的早かったと思います。1年でした。1年で1周という自分で期間を設けて、目に出るのが目的ではなくあくまでも手段だったので、一度そこで旅をした経験をもとに、日本に帰ってきて日本にも会う外国の方にもまた引き続き旅をした経験をもとにこうもっとブラッシュアップしていくこともできますし、その1年はとっても私にとっては貴重な経験でした、すごい1年ですよね。世界を知ってた私を学ぶってそうですね。それで帰国されて日本人向けのレシピを開発されたりとか、またどういう活動を行ってたんですか？そうですね、帰国後はカフェであったりとか、お店の調理をずっとやっていたんですけれども、今現在は、パティシエの職域や職務をもうちょっとこう広げて、お菓子の持つ可能性をもっとこう広げたいっていう思いがあって、企業様のこう商品開発、それがこう異業種の方
パティシエとの違った世界の方と一緒にコラボレーションすることで、またそこには違ったこう力のあるプロダクトが生まれたりするので、うん、それをこう積み重ねることで私の学びになったり、まあ、今までのこう従来のパティシエとして作って売るというだけではないようなまた違った活動をこれから広げていきたいと思ってますあの大使館に招かれて、はい、パーティーの味がそう非常に印象的です。でもコロンビアで教わったお菓子があるんですけれど、大使館で専属でシェフがいらして、うん、そこのシェフの方に、まあ、現地ではまだこう教わってないようなお菓子を学ぶことができて、日本でもそういったことをどんどんこれからもやっていきたいと思ってます、うん、すごい面白い事例ですね、うん、なんかお菓子の可能性を広げるとおっしゃってたんですけど、はい、今回の書籍もうお家で世界の各国のいろんな大陸の郷土菓子をお家で作れるのが100個入ってるっていうのもそういう意味では新しい試みだったと思うんですけど、はい、この書籍に込めた思いというかちょっとざっくりな質問ですが、はい、私がこう旅に出たきっかけに通じてるのかなと思うんですけど、こうレシピをこう見た時に工程だったりとか、うん、分量としてこう数字をこうじっくりと眺めて、それが調理科学として私はこうずっとのめり込んでた部分があるんですけど、うん、あとこう視野を広げてみると、うん、レシピってそれだけ伝えているものではないなということが分かったので、うん、それをこうお家でレシピ本を開く方にも少し体験していただきたいなと思って、うん、今回今イラストで完成形のお菓子を表現できることを協力いただいたので、広げた時にやはりこう分量や工程にとらわれずに、それだけにとらわれずに、うん、何かこうイラストから入ってそこの裏にある世界にこう想像を膨らませたりとか、それをコミュニケーションのきっかけにしていただいたりとか、ただ作って食べるという行為じゃないようなこうおやつの時間をお家でこう感じていただけたらという思いがあって。はい、ちょっとね、始まってそうですね、どんどん家での、うん、なんか過ごし方とか、なんか、ね、人生の時間の流れ方を皆さん見つめ直す、そうですね、うん、それをきっかけにちょっとこう落ち着いたらお菓子あったなと思いながら旅行にあそうです、ね、もう一回ね、本当ですね、そのきっかけに、はい、あったらいいなという、うん、新感覚のガイドブックではなくてレシピブックを片手に持って旅行に行く人もいたらいいななんていうふうに思ってます、